新型コロナの再拡大防止期間が終了し、昨日から飲食店での1テーブル4人以下という人数制限が解除されました。昨日の夜、青葉区の飲食店を取材すると、月曜日にもかかわらず、にぎわっている店もありました。およそ4ヶ月ぶりに人数制限が解除された昨日の夜、青葉区二日町にあるこちらの居酒屋は、午後8時ごろには満席状態となり、にぎわっていました。ようやく解禁されて少し楽になったかなという感じです。職場の飲み会なんですけど、僕は赴任したばっかりで4月 で全然コミュニケーション取れなかったんで、まあ、こういう場でコミュニケーション取れてすごくいいなと思ってます。制限があるとお店も早く閉まっちゃうし、ちょっと制限はありましたね。ちょっとやっぱり使いにくかったりはしましたね。だいぶ戻ってきたかなと、まあ、一番そのコロナ前とかと比べたらまだまだですけれども、戻ってきたかなという、体感でですけど感じてましたね。こちらの居酒屋ではゴールデンウィークから客足が戻りつつあっただけに、このタイミングでの制限解除を歓迎していました。店の責任者は、安心して利用してもらえるよう今後も客同士の間隔を確保することや消毒や換気など基本的な対策を徹底していくと話していました。一喜一憂せずにというか、振り回されずに普通に私たちもお客様も安全にで、ご飲食いただけるようなっていうところだけでやっていこうかなとは思ってました。